あれ、まあ、結局その認知で決めつけていつも同じ反応をしちゃうっていう人のことをメンタルが弱いって定義した場合は、うん、メンタルが弱いなんですよ。そういうことです。ああ、なるほど、そうか、そうか。メンタルと認知が同じ、うん、だからその関連してるっていう定義があれば、まあそうなっちゃうんだけど、うんうん、だ メンタルってあれじゃないですか。なんか、でかすぎちゃって。そうですね、すごく大きいですね。あの、なんでもメンタルが弱いとか強いって言ってる。それもあるし、あの認知と反応みたいな話になっちゃうんで。なんでもそれの原因はストレスだと一緒ですね。そう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 。だから、そのストレスが何によって起こってるストレスで、うん、その人のストレスはその内臓のどこに負担かかりがちなのかとか、うん、や細かくやっていくとなんだか分かんないっていうか、あの細かくなるじゃないですか、うん、メンタルって言ったってそのあだから面白い話あるんですよ。ちょっとこれ、うん、バレると怒られる話なんですけど私若かりし F はですね、うん、日本でメンタルトレーニングの第一人者っていう教授がいるんですよ。はいはい。ケイズマ・ワイチ先生っていう人なんですけど。T 海大学にいたんですけど、まあ今もいると思うんですけど、ええ、の近所だったんで T 海大学が。うん。ここで、なんか無料でね、いつも毎週、メンタルトレーニング研究会みたいなの開いてて、はいはいはい。一般人のそういうコーチの人とかね、学校の先生とかと、その T 海大学のそのケイズマ先生のそのゼミの人たち、教え子たちみたいので、うん、多分今もやってると思うんですけどね、ずっとやってたんですよ。で、うん、若かりし F はそこに行ってたんですね。うん。で、そこに弟子にですね、もうアルファベット使っても全然伏せれてない、メンタルトレーニングコーチの人いるんですよ。見たらちょっとわかるかもしれないんですけど、N沢も。某、前、なでしこジャパンがですね。ああ、はい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 。わかります？もうこれ以上言わなくていいですか？ええ。もう元旦那なんですよ。多分そうだろうなと思いました。メンタルトレーニングやってるのになんで離婚したんだろうっていう。で、その人もっと知らない情報を言うとですね、すっげえタバコ吸ってたりとか、ええ、全然メンタルコントロールできてねえなみたいな感じの人なんですよ。その人。裏がありすぎるんですね。裏ありすぎて、もうちょっとあれなんですけど。で、結構仲良かったんです、これ、あの人と。だから俺、あの人の結婚式行きましたからね。あの二人の。呼ばれて。そのくらいの関係だったんですよ。うんうん、で、で、さらに師匠も、うん、メンタルトレーニングって言ってる割に、うん、すげえデブってるんですよ。驚きじゃんって。それは誰も突っ込めないんですか、やっぱり。それで、いや、もう結構突っ込んでるし、ええ、自分もちょっといじってるんだけど、ええ、どうしてもできる。それじゃあ、何ですか、その師匠的には、うん、その領域はメンタルじゃないってことなんですかね。なんかごまかしてるっていう。なんかしないごまかしてるんですよ。面白い。そう。で、日本の第一人者なんですね。闇ですよ、これ。確かに。そんな、体重コントロールできないメンタルトレーニングの第一人者とか、結婚して離婚してタバコブカブカ吸ってる、一番弟子とか、もうめちゃくちゃなんですよ、あのメンタルトレーニングの世界。ちょっとなんかメンタルトレーニング、その世界のメンタルトレーナーのバッシングみたいなのって大丈夫ですか？でも今のあれですよ、合気道で言ったらね、上島森平と塩田剛造がもう そうだったみたいな、もう上の人たちがそれなんで、もうダメなんですよ。あ、まあ、だからそう、だからメンタルヘルスとか、メンタル系のなんかこう、人はまあ、そうですね、なんかこう、難しいですよね。だからそのね、なんかただの業界作って、うん、俺1番、俺2番みたいなやっちゃってる、ね、あれがね、私は気に入らなくて離れたんですよ。で、F 流のメンタルトレーニングっていうのを作ってこうみたいな。おー、いいじゃないですか。ただね。